はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。はい、トミーです。今日、日曜日なんですけど、今8時です一元より早い。早いっすね。今日行こうと思ってるのは、水ポンさんって人が来てるんだけど、山梨県のほったらかし温泉の温玉揚げがめっちゃ美味しいよ。おすすめって書いてある。だから山梨県らしいんで、山梨県のほったらかし温泉までとりあえず今から行って、岸、今日何時に帰ってくる？あ、5時です。5時？8時じゃん今。はい。で、5時にこっち戻ってくればいいの？はい。OK、行こう俺は6時から飲み会があるから。いや絶対帰ってこよう。はい、はい、ということでね、ちょっと必死。はい、来たぞ。着きました。山梨市ステーション。ここまで電車で3時間ぐらいだね。はい。いや、めっちゃきつかったよね。必死が調べたんだよ。これ最寄り？そうです、そうです。ここ最寄りね。はい。人は、いないぞ。どうすんの？ここはどうすんの？1時間半ぐらい歩きます。いや、マジ？はい。いや、マジ？死んじゃうよ。景色はいいね。それはそうです。景色はいいし、はい、今日晴れてるし、ちょっとその辺もね、お伝えしたいね。いやー、すごいとこ来ちゃったな、ヒッシー。めちゃめちゃです。ヒッシーはあれでしょ？だってこういう川の土手を投稿したかったんでしょ？あ、そうです。こういう高校生活が良かったの？いや、そういう夢でした。ずっと。どうだったの、高校は？高校は、うん、学校の中までバスが乗り込んでくるんですよね。そういう金八先生が良かったんでしょ。金八先生が痛かったです。痛かったんだけど、学校の中までバスで。そうなんです。刑務所じゃん海外にある刑務所のやつだね。釣りですか？ほうとうもさ、あれだよね、はい、そうですね、名産ですよ。ほうとう食ってく？あー、でも今日は温泉卵なんで。いや、違う、お前温泉卵1個じゃお腹いっぱいならないだろ。あ、いや、でも今日は違うんで。いや、なんだよなんなんだよ、そのストイックさ。おい、いや、ほんとすごいとこ来たぞ、ほんとに。まだ途中だけど。いっし、あっす、あっすって、地球って言ったんだよいや、ちょっとほんと最高だね。いや、最高です。山梨県何があるんだろうと思ったけど、この感じだったら、なんかまた来たくなっちゃうね。今どんくらい登った？40分ぐらいですね。40分ぐらいか。いや、もう登山だよね。いや、もう疲れました名前のない展望台っていうのがある、ここに。名前のない展望台っていうのがもう名前になっちゃってるはぁ、あ、皆さん行きましょう。いや、おかしいだろこんなきついと思わなかったでしょ、ヒッシー。いや、もう想像以上です。ヒッシー、はい、着くぞ。もうすぐです。いやいや、12時回ってるぞ渋谷出発してから4時間だったよ。辛いっすほったらかし温泉着いた。着きました。温玉揚げはほったらかし温泉の桃太郎という軽食スタンドで売っています。だって、はい、行こう。はい、はい、ここね。ここ今店名書いてないんだけど、ここ桃太郎さんっていうところらしい。はい、買います。食券なんだって。温玉揚げ2つと、ほうとうどれか。これか、これね。はい。帰りめっちゃ怖いわ。帰りどうするかっていう問題はすごいあるわ。あれも坂道なんで、うん、いや、違うだろ下りだからとかないだろ、お前。太ってる人舐めない方がいいぞ行きよりは楽です。いや、ちげえんだって俺膝がもうね、なくなっちゃうよということで、じゃあこれが、リクエストに来てた温玉揚げ で、ね、山梨の名産のほうとうです。はい、ほうとう開けていい？ちょっと、いやいや、先温玉ですよいや、わかるけど気持ちは、はい、ちょっと開けたくなるだろう。いや、先温玉でお願いしますこんな感じだね。これね、これが温玉揚げ。いきますよ。うまっこれすごいぞ。本当ですか？こんな感じ。あ、すげえ。多分みんなが想像してる温泉卵よりはもうちょっとなんか硬いけど、半熟ぐらいの黄身になってるから、卵の天ぷらっていう感じではあるけど、中はすごいまだトロトロの感じなので、とても美味しいです、はい。いいね。いや、いいっす。美味しそうです。残っていたかあったわ。
か。いただきます。うん、白身しか食べらんの。なんでだよ。うん、ね、めちゃめちゃ美味しいですね。え、来てよかったよね、ここ。ほんといいとこです。もう一個買ったんですか。いや、買うだろ。ほんと美味しくないこれ。いや、美味しかったです、めちゃめちゃ美味しいんだよな。ほんと美味しい、これ何個でも食える。美味しい。2つ食っちゃった、一瞬で。やってる。いや、でもしょうがないです。早いっすね、食べんの。いい、こっちあげて、一瞬行ってください。来たな、これ。なるほど、絶対美味しいな。いただきます。美味しい。これ野菜がいっぱい入ってるね。これ普段野菜、ラーメンの上に乗ってるネギしか食べないからさ。本当に美味しいな。なんかさ、かぼちゃのさ甘い感じとさ味噌のしょっぱい感じのさバランスってすごい難しいと思うんだよ。本当に絶妙に美味しいタイミングで混ざり合ってるのって思う。本当に噛んでなかった。本当に噛んでなかったかもしれない。また言われますよ。昨日言われたかな、ちゃんと。美味しかったね、必死。はい、いやよかったな、来て。山梨県のほったらかし温泉の桃太郎さんの温玉揚げ、すごい美味しかったです。皆さんに来てほしいと思います。ただ歩くべきじゃないかもしれない。それは本当そうです。僕のツイッターのアカウントにリプライっていう形で送ってくれたらまた紹介しに行くので、ということで、じゃあまた会いましょう。おじいちゃんおばあちゃんに受ける動画作っていかないと、やっぱ帰り道歩きになるな。陶芸寄ってきますか。だから陶芸撮ったらもうめちゃめちゃ人気出るぞ、おじいちゃんとおばあちゃん。友達とかとさ、ドライブとかのついでに来てほしいよね。あ、それは絶対楽しいと思います。ね、本当だよね。だってデートで来てる人もいたもんね。いました、いました。でデートで来てる人たちさ、後部座席余ってんのに誰も俺のことを見てくれなかった。お二人の世界だったんで。二人の世界だから、みんな。はい、いや、それなら別にここに来る必要はない。その人たち都内でやれ。二人の世界は都内でやってくれ。